です。ありがとうございました。夜7時からのラジオ、また出られるように頑張りたいと思います。他のお仕事も出られるように頑張りたいと思います。ハートありがとうございます。先週は聞けませんでしたが今週聞きました。ありがとうございます。今週聞いてくださって2週連続でラジオに出演させていただきました。また頑張りたいと思います。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、アーカイブができないのでね、生放送でしかそのまま聞いてもらうことができないんですけど、ありがとうございました。聞いてくださって非常にありがとうございます。また呼ばれるといいですね。また呼ばれるといいです。ありがとうございました。頑張るぞ。はあ、パパンパパン、遠くから行くよ、ありがとう、待ってます。遠くから待ってます。パソコンで録音しながら聞きました。また聞きます。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。そこでも発表した通りね、発表っていうか今年の目標はメディアにたくさん出ることなので、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、その他媒体、出れるように頑張りたいと思います。頑張ります。応援よろしくお願いします。ラジオの方、最初の方メモを読みながら喋ってたんです。今回のね、ラジオ台本一切なしで、そのまま自分の頭から出てくるトークでしか話してないですね。台本一切なしの普通のもう電話出演だったので、電話でやってました。うまかったですか？台本読んでる風に聞こえましたか？かわいい？ありがとう。かわいい、いただきました。世界全員の人にフッピが見つかってほしい。ありがとうございます。嬉しい、優しいね、優しい言葉をかけてくださってありがとうございます。ふさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんはです。皆さんお疲れ様です。今日は金曜日、今日はカレーの日らしいです。カレーの日らしいです。今日はカレーの日らしいです。皆さんはカレー食べましたか？さんはカレーを食べましたよ、夜ご飯に。世界カレーの日、何だかよくわかんないけどカレーの日らしいです。で、今日の夜ご飯はカレーを食べました。頑張れ広島代表だって。頑張るぞ、頑張る。食べてないの？みんなカレーの日だったらしいよ。ツイッターでもね、話題になってましたよ。今日はツイッターでカレーの日だって。残念、シチューでした。まあシチューはカレーの白い版なので一緒のようなものですね。なんでカレーかは分かりません。なんでカレーかは分かんないけど、今日はなんかツイッターのトレンドに今日はカレーの日ですって書いて
あったのがトレンドに入ってました。私はなんか全然意識してなかったんですけど、たまたまカレーを食べました。みんなは食べましたか？まあシチューでも、シチューとビーフシチューは良しとしましょう。色が違うだけなので、ほぼ色が違うだけなので、シチューの人とビーフシチューの人は良しとしましょう。良しとするので、そういうなんか似たようなものを食べた人は、まあただそういう日に食べたよってだけですね。何にも起こりません。可愛いギフトありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。まあ皆さん、いろんなものを食べて元気を出しましょうね。スシローでテイクアウトします。スシローテイクアウトやってるんですね。ハートありがとうございます。これはお尻、これはハート。お昼も夜もお刺身だったっていいね。あ、こんばんは、同じ誕生日ですね。だって同じ誕生日、ありがとうございます。じゃあ4月3日は一緒の誕生日ですね。素晴らしい。ミナルンさんとも同じ誕生日ですね。じゃあ私とミナルンさんとあの方が、あら、音符ありがとう、あ、音符じゃなかった。ハートギフトありがとうございます。パプリカ花が咲いた、晴れた空に種を箱、ありがとう。楽しかったです。楽しかった、楽しかったラジオ。今年はどんな1年になるかなってよく最近考えます。1月なので1月なので目をつむって、今年はどんな一年になるかなと想像します。あ、こんばんは、ありがとう。ふっぴ、かわいいすぎる。だってかわいい、入りました。 2丁目、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。かわいいギフトもありがとうございます。つつ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 つ、また番組に呼んでもらえるように頑張りたいと思うね。そう、いろんな番組に呼んでもらえるように頑張りたいですね。ニットもいい感じですね。ありがとうございます。あんまり寒色系は着ないんですけど、2月2日の公演も発表されましたね。そう、2月2日にあの最終ベルが鳴る公演に出ます。1月はもう私が出る公演はないんですけど、また2月に出るので応援してください。なんか最近すごく最終ベル出させてもらえて嬉しいです。ありがとうございます。イエーイ、広島の番組にキャンペーンで出演したい。そうですね、本当にね。あ、可愛いギフトありがとうございます。可愛い山頂入りました、ありがとうございます。公演割と出演されて、いや嬉しいです。私も K
K2 は9期生がよく出させていただいてありがたいですね。今日はダッシュで帰ってラジオ聞きました。楽しかったです。ありがとうございました。楽しんでいただけて、私も聞いていました。みんなと一緒の時間に今日はね聞いていましたよ、オンタイムで。楽しかったですね、今週も。また来週も再来週も再来週も出たい気持ちが湧いてきましたね。昨日の最終日が7個可愛かった。だってありがとう。可愛い4丁いただきました。可愛い4丁入りました。オーダーありがとうございます。そう、来週は、井田さんになりますね。井田さんが出演されます。あ、かわいいギフトありがとうございます。かわいい5丁入りました。ツインテナイスファイナツインテールはなんだっけな、 K2 みんなでお揃いにしようっていう話になったので、みんなでお揃いでねツインテールしました。2月はどんな髪型が出てくるか楽しみに待っていてください。かわいいギフト6丁ありがとうございます。かわいい6丁ありがとうございます。へい、お待ち。K2 お揃いをイメージね。 K2 研究生の時もね、古畑さんの生誕祭で1回ハーフツインテール公演したの。全員が本当は研究生だからね、髪型変えれないけど、その日だけは研究生もいいよってことで研究生なのに特別にハーフツインテールで出た。かわいいが入りました。かわいい10兆ありがとうございます。へい、お待ち。そうそうそう、なんかね、あと私が研究生で出てた時は普通の時だったんですけど、その時はなんか先輩たちここに角を2本生やして出てた時もありましたね。その時は何でもなかった日なので研究生はできなかったんですけど。あ、かわいい10丁入りました。ありがとうございます。何の遊びだこれ、もうやだ。一回言い出したら全員にやらないといけなくなるから、そういう流れができちゃって。そう、ここに角生えた公園いつか見たでしょ。なんかもうマンモスの時にさ、一列になってさ、トゥ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 ってさ、こう手を上げるところとかさ、一列になるシーンが多いんだけど、後ろのもう影がさ、後ろでさ、こうやってさ振り向いてさ、なんか後ろからこう前に振り向く振りとかがあるじゃないですか。こうずっとずっとで、後ろ向いてる時ってさ、光がさこっち側に来るからさ、影が映るんですけど、その影が先輩たちの影が、みんなこの角が生えた角のここのここにこうやってやる髪型をしてたから、もうね、角が生えてる影が見えててね、もう笑いがすごく笑いそうになりました。あれはテロップが出た。夜は662日、お昼は出なかったのに。ハートありがとうございます。そうそう、研究生だったからその時はできなかった、参加できなかったんだけど、そう、自分以外の先輩がみんな角生やしててさ、もうなんか影がもうなんか普通にその見てる分には全然そんななんか笑えてこなかった、可愛いなって感じだったんだけど、影だけを見たらみんな一緒にここ生えてて、なんかすごいバイキンマンみたいな影がバーって並んでるから、もうめちゃくちゃ面白かったです、それが。そう、結構後ろ振り返ったりする振りが多いので、ケイツもうすごいね、笑いそうになりましたね。そうそう、 K2 は結構髪型お揃いとかよくありますね。
角はもうあれすごかったな。角はすごかったね。誰が言い出したんだろうね、あれは。面白かった。さやかちゃんとね、さやちゃんとね、お揃いにするって言ってた髪型もあったんだけど、それは今回できなかったから、またさやちゃんとお揃いのやつもちょっとやりたいなと思う。そうそう、結構ね、そう、影を見れるやつがあるからね。あれは結構緊張よ。緊張じゃない、なんで緊張が出てきたの。そう、横一列に並んだりした時に結構後ろを振り返るのでね、その時に影が見えるんですよ。また2月とかもね、公演あるので、どんな髪型かなと思って楽しみに待っていてくださったら嬉しいですね。楽しみにね。結構メールの返信とかでもね、この髪型にしてほしいっていうのがあったりとかするのでね、なんかそういうリクエストとかあったら、なんかメール書いてみてください。採用されるかは別としてね。ハートありがとうございます。ぜひぜひさん、こんばんは。こんばんは。楽しいですよ。楽しいねん、楽しいねん。きっと誰だって誰だってあるだろう。君に気づいたら何でもここでなんてでも本当に涙がこぼれる。ハーフツインみたい。ハーフツイン前々回やりました。まだアーカイブ残ってますよ。さんは前々回やりました。今回は今回はツインテール。前回がハーフツインテールしました。今日もしたの。かわいそう、あんたやね、買ったんだって。かわいい、入りました。またかわいいって言ってくれました。ありがとうございます。かわいい一丁。ハートありがとうございます。ハートありがとう、ハートありがとう、嬉しい。かわいい2丁ありがとうございます。うまっ。馬ってどういうこと？馬ありがとうございます。馬って何？馬って何？馬って馬？それとも食べ物が美味しいの馬？それとも動物園の馬？どっちですか？動物園の馬のことかな？どっちだ？どっちかわからない。尊い、ありがとうございます。なんかすごいね、知らないものも結構ありますね。私が知らないだけか。私が知らないだけでした。わかんないです。初めて知りました。今日は2月の22日じゃないかった。
1月の22日か。早い。はあ、もうちょっとで1月が終わっちゃうわね。1月は終わっちゃうね。やだね。早いね。2月は寒いよ。2月は寒いよ。1月は何ができたかな。何もできてないな。1月は。2月はもっと充実しているといいな。1月以上に。ね、2月も本当に早いので、2月はどうなるかわからないけれど、頑張っていきたいと思います。毎日早いですね。今年はどんな年になるかなって、そう、さっきも言ったけど考えますね。ラジオでも言った通り、今年はメディアに出るっていうのがここに書いた目標なんですよ。たくさんね、テレビに出れるような人間になりたいんですけど、どうしたらいいんだろうね。みんなで一緒に考えよう。ふうさん、テレビ出たいねん。どうしたらいいんやろか。みんなの知恵を貸しておくれ。バレンタインデーあるのが2月。そうだよ、バレンタインデーがあるのが2月。去年のエコパのコンサートがあったのは2月だったね。え、違う、嘘。いや、そう。はじめまして、ソフトバンクファンです。ソフトバンクだって。ソフトバンクについて教えてください。いろんな、誰が好きとかお話ししに来てください。トーク会で教えてください。柳田悠岐選手と甲斐選手の方には本当にカープはね、やられまくっているのでね、本当に日本シリーズなのでね、詳しく知りたいですね。めっちゃカープ、めっちゃカープですよ。好きだもんだって。ソフトバンクも好きでちょ、だから教えてください。ソフトバンクファンやけど、遠く書いても、F さんはカープファンなんですけど、あのね、野球ファンの人は全員家族だと思っているのでね、話しに来てください。ぜひ、大歓迎なんですよ。特にパリーグさんとかはもう、なんかよくね、私はやっぱカープファンなので、セリーグをね見ることがやっぱ多いので、ソフトバンクの選手についてとても興味深いですね。とっても興味深い。これを持ってますのでね、なんかこう、この選手がとか言ってくださったら、こう調べたりしますのでね、教えてください。トーク会に来てください。もしトークするときはソフトバンクの日本来てください。もちろん今もね、なんか違うね、ユニフォームを着てね、その自分の好きなね、選手について話してくださってる方とかね、います。本当にカープ以外の話もね、大歓迎なんですよ。本当にウサンはとってもそうなんですよ。いや、めっちゃカープ大好きって言ってるからね、カープにしか興味ないかなって思うところ、ウサンは全部の野球がすごく興味があるので、お話ししましょう。まさに交流戦。そう、そうなんです。大学まで野球やっとったか。へえ、興味深い、興味深いですね。そうなんですよ、甲斐選手のね、肩にはね、ちょっと広島はね負けてしまって、なかなか厳しいです。周東右京選手の足もねすごいですしね、まあいろいろすごいです。平均の放送25日。そうです、今日は
22日で、あと3日後の25日は釜山の初平均があるので見てくださいね。平均に初めてお呼ばれしました。ロケに参加して、今回のテーマとトークテーマ、今回の番組のテーマは持ってる女なので、ぜひね、釜山の持ってる度をね、何が持ってるのか楽しみにチェックしてください。公園行くってなったらソフトバンクのユニフォーム着ていくね。わかった、待ってるね。あ、録画予約してる。そう、嬉しいんですよ本当に何が持ってるでしょうか、楽しみにねしておいてくださいね。じゃん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 、楽しみだな。嬉しかったです。歌唱収録もねしたし、ロケにも呼ばれて両方出れるので楽しみにしていてくださいね。歌唱収録何歌ったでしょうか、まだ発表されてないので予想してくださいさんが好きな曲です。あ、こんばんは、こんばんは、楽しみにしといてね、楽しみにしといてくださいね。オリックスの富山って選手が地元の後輩やからチェックしたき、すごい、下の名前は何だろう、オリックス、富山涼雅選手、23歳だ、私の1個上だ。最近やっぱり若い選手多いですよね。あとはオリックスの中田選手、中田何選手だろう、分かんないな、やっぱ見ないよねリーグが違うと。オリックスだと T 岡田選手が結構昔から気にかかりますね。吉田和正投手かな、投手かな、あ、 JR から入った人なんだね。なるほど。行った会社で野球チームあったから入ってやった。へえ、体を動かすことはいいことですもんね。なんだろう、漢字が読めないな。乗ってない、乗ってない、乗ってないとかある。あ、あ、中田唯人選手、19歳年下ですね釜山はね。あらまあ、育成の選手に、ね、頑張っていただきたいですね。
ちなみにこれフッピさん乗ってるのでみんなチェックしてくださいね。野球ファンの、もし野球ファンの方でどのプロ野球名鑑を買おうかなって、いろんな種類のねプロ野球の雑誌あると思うんですけど、いろんな雑誌がね、これを買ってください。フさん乗ってるんでさあいるので、しっかりおるのでね、見せてあげた。しかもカープの、カープとドラゴンズの間にあるんです。フさんが架け橋ってこと、フさんが広島と名古屋の架け橋ってことかな。これはフさんがおるよ。これの広島が終わったページでフさんがいて、中日ドラゴンズが始まるんですよ。どこの出版社かというとね、ベースボールマガジン社のこれです。安いです。491円プラス税です。よろしくね。そう、さんが広告選抜で入った時の、今年はあるかな。絶妙の配置でしょ。広島が終わってフさんがいてドラゴンズがいる、素晴らしい配置です。ナルピーさんもいる、ナルピーさんもいるんだよ。知ってた、知ってた。フさんとナルピーさんとエゴさんと熊崎さんとユキさんがいる、すごいね。今年はあるのかな、どうだろう。今年あるなら絶対入りたいな。なんかなかなか発表されないよね。どうなんだろうね。フさんはもうこのイベントに命かけて、他のイベントはもう何にも立候補してきてないから、まさかなかったらどうしようかしらね。ね、今までいろんな大富豪とかファッションフォーユーとか、他にショールームとかいろんなイベントあったけどたまたま広告に入りたすぎて、どのイベントにも固くなに参加してこなかったの。だからね、今年まだかなって思ってるんだけど、まだ来ないですね。もしなかったらどうしようかしら。そう、本当に野球にかけてるっていうより、なんかやっぱこういろんな雑誌の広告に載れるのが嬉しかったのにね。そう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 、 CM 選抜の収録が遅れに遅れたから広告選抜、そうなのかな、どうなんだろう。広告選抜ね、入りたいんだよな、どうしても。ね、わかんないんですよ。まあコロナでいろんなのが遅れるからね。壁写真は撮り直さないのかな。もう2年ぐらい経つんだけど、多分今の壁写真、なんか顔違いすぎて、入りたてだったからまだ芋っぽい壁写真だから、変えてほしいんだよね。撮り直さないのかな。普通1月ぐらいに撮り直すよね、毎年変わる。そんなことない、4月に変わる。私まだ入ってから2回しか壁写真変わってないからさ、普段の SKE がどのタイミングで壁写真が変わるのかわかんないんですよね。新宿アルタに広告選抜の映像見に行きましたって。そう、見に行ってくださった方もね、たくさんいてね、ありがとうございました。そう、本当に撮り直していただきたいんですよね、さすがに。てかもうシングルが変わるごとに撮り直してほしい、壁写真てかアーティスト写真。結構そういうのが多いじゃないですか。どうなんだろうね。そうそうそう、もう本当に9期生とかも全然、髪の長さも全然違うし、メイクの仕方も全然違う子ばっかりだから、
やっぱ時を経てにつれてね、成長もしていくしね、メイクとかいろんな髪型とかもね変わったりしてるから、私は結構シングルが出るたびに変えたらいい派なんですよ。皆さんどう思いますか？そう、新しいシングルごとに株価も最新にしていくっていう。そうそう、子供目の顔つき変わった。そうだよね、そうそう、変えてほしいんですよね。1年に1回とは言わず、シングル前に私は変えてほしいですね。したらいいな、最新の、常に最新の。乃木坂さんとかはそうですよね、違うかな。乃木坂さんとかってシングルごとに壁写真っていうか、このプロフィール画像が変わってるイメージ。よくホームページの自分の公式の写真、シングルごとに変わってるイメージなんだけど、そんなことないかな。さんはしかもそのたんびのシングルごとの新しい制服で撮ってるイメージなんだけど、プロフィール写真。 SK もそうなったらいいのになって思う。常に最新の自分で、最新の自分をの写真でいてほしいなんか昔すぎて全然違うからね。どうなんだろうね。1年に1回か。でも今の1年以上も使ってるかな。そう、普段はシングルごとの方がいいんじゃないかなって思うんですけどね、個人的には。でも本当に人によってはもう全然、もう成長もするしね。そう、特に子供のあの時期とかってさ、特に顔変わるじゃないですか。そう、顔つきとかも変わっていくじゃないですか、成長期の子供とかねだからみんな全然違うし、髪の長さも雰囲気とかもね全然違うからって思うんだけどね。どうなるんだろう、どうなんだろうね。まあ壁写は壁、公演劇場の壁写真はそのままでもいいけど、ホームページに載るプロフィール画像っていうのはなんかちょっと最新がいい、いいなくさ。そうそうって思っちゃうね。なんかあれ、こんな顔なんだって思われそう、実際に会った時。騒がしいにに、でねね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 ねこんにちは、私はインドネシアから来ましたって。ありがとうございます。旧規制とかみんな垢抜けたもんね。ね、旧規制みんな垢抜けるよね。やっぱ見られると変わるんだなって思いました。私ももう最初の頃全然メイクしてなかったからな、メイクを知らないままいたからな。やっていく過程でいろんなね、やっていく過程でどんどんメイクとかも教わって、どんどん垢抜けていくもんね。私もちゃんと、全然美容院とか興味なかったけど、ちゃんとメンテナンスしに美容院行ったりとかしてね、髪の質から変えたりとかね、ちゃんと皮膚科に通うようになったりとか、整体に通うようになったりとかね、いろいろ気をつけるようになったら変わりますね、やっぱりまあそれは当たり前か、一般人からアイドルになるんだから。はじめまして。野球ネタで反応だって。野球好きなの？
旧広島市民球場公式ラストゲーム行ったの懐かしい。すごーい、すごい、もともと可愛い、ありがとうございます。そうなんだけどね、やっぱり全然さも違う昔とは。でもお花ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。オリックスファンです。やる気マックスオリックス、ありがとう。あら可愛い、ありがとう。さらに可愛い、ありがとう。あざと可愛い、見事に釣られました。一気にやいやいや、僕が勝手に意識してしまったんです。もうハマりました。わーイエーイエー、わーイエーイエー。口の下にほくろある。うん、ニキビができました。ニキビができました。昨日公園で、今ねマスクするからねできるんだよ。ここにあんまり見ないでください。ちゃんと皮膚科にね通ってねいるのでね、ニキビなくなってきたんですけど、マスクするようになってまた見ないでください。ミニキ、ミニキができた。ミニキができたの、見ないで。でもこれコンシーラーとかお化粧で隠すとまたひどくなるから、あえてそのままにしているので見ないでください。さん、お疲れ様です。お疲れ様です。質問、人見知りをなくすには、人見知りをなくすにはなんだろうね。私もすごい人見知りなんだよね。人見知り？人見知りではないか。どうだろうね。でも最近思うのは、自分から話しかけに行くのが大切だなって思ったかな。今までは研究生同士だったから、この同期と関わったり講演とかでも、同期と話す機会っていうのがほとんどだったから、なんかすごいラフな感じでいられたけど、なんか昇格してからは、なんかこう自分から話しかけに行くことが大切だなって思った。こうもじもじしちゃうけど、話しかけることによってなんかお話できるなって思うね。でもさもすごい人見知りなんだよね。慣れるまではねすごいね人見知っちゃうんですよ。そうなんですよね。仕方ない。さあ、なんかこう解放されたらボンってすごい一気に仲良くなれるんだけど、その壁がねなかなかね熱いんですよ。そうそうそう、なかなかね。でも誰しもがそうだと思うけど、なかなか、難しいですね。でもね、なんか年下とか後輩とかには全然ね気を使わず自分から話しかけに行けるんですよね。そう、全然だからいろいろ話しかけられるんですけど、先輩とか目上の人になるとこう気取っちゃうね。そう、後輩には全然話しかけられるんだけどね。なんでだろう、なんでだ、なんでだよ。カープのユニ金本、私持ってます。野球セリーグの DD、 すごいね。金本選手はすごいよね。トーク会来てください。お話しましょう。皆さん野球ファンの人来てくださいね。お話をしてください。
サキポンさんが友達くんのすごく、サキポンさんは本当に先輩にも後輩にもすごくね社交的ですね。すごいお姉さんって感じがする。すごい倉島先輩、倉島さんはね、私入った時からねなんか先輩って感じがした。なんでだろうね、なんかなんだろう、やっぱ木の問題かな。ももたんとか中坂と年齢そこまで変わらないけど、なんかもうしっかりの仕方が異様なんですよね。すごい、もう青賀とかも一緒によく公演出てたけどさ、すごくしっかりされておられますので、年下感なんかないな、なんか先輩って感じがするな。なんでだろうね。フサンが生まれる前の話話題でもいいよ、教えてくださいね。なんでだろうね、なんかすごいしっかりしておられる。すごいしっかりしておられるよね。そう、一緒に公園出てた時からもすごい思ってた。なんかこうあんまりあのなんだろうな、幼くない、精神年齢が幼くないなんだろう、気が上の先輩だからそう思うのかな。同期だったら赤ちゃんみたいって思うのかな。どうなんだろう。今日プリキュアの、え、可愛かったプリキュアしかもチームE公演はなんか衣装がさ結構キラキラしたのが多いからさ、ここにリボンつけたやつがすごい似合ってましたよね。 K2 はあれはできないですね。 K2 のマンモスとかでここに大きいリボンとかつけられないじゃないですか。もはやもうそれはもう曲に合わなすぎるからあれはチームEの特権ですね、あのキラキラの感じは。 K2 のマンモスとかね、そういう曲ではあのああいう感じあのね、なんかできないから髪型は、ああいうリボンとかもないしね。 K2 は角です実は角ですね。可愛かったです。ゆうかたんさんとあみさんがやってた2人でお揃いで可愛手つなになれば、え、手をつなぎながら公演ってどういう髪が飾りだっけ。出てなさすぎて忘れたな。髪飾り、あ、星か、星のピン留めだな。あ、手綱ならできたかもしれないね。手綱ならキラキラでも、Eの髪飾りが一番なんか豪華だよね。冠とかあるもんね。チーム S の髪飾りはどんな髪飾りだっけ。チーム S の髪飾りは鉄なと似てるかな。メイクさんがすごいよね。なんか本当にどういう髪型にしてほしいですって言ったらすぐやってくださるメイクさんがすごいなんて思いました。ね、本当にいつも人によっていろんな髪型があるけど、どういう髪型の時もこうしてくださいって言ったらすぐにねその髪型をできるのがすごいなって思います。メイクさんありがとうございます。現地トークから申し込みました、よろしくです。素晴らしい、ありがとうございます、よろしくお願いします。笑顔でおりますので、フサンがやってみたいか、フサンやってみたい髪型ないです
ショートカットにしたい今とても。そう、髪を切ったりとかしたいんだけど、ちょっと最近髪みんな切ってるから逆に伸ばそうかなって。鉄の声復活して、いやそれは誰もが思ってますね、きっとさんも思ってますもん。でも多分手をつなぎながら声を復活できないっていう私の想像なんですけど、これはもう勝手なふさんだけの想像なんですけど、多分手をつなぎながら公演はシャッフル公演にすると全員が出れるじゃないですか。それだし今は8人公演だったりもして結構公演の間隔も空いたりするので、1回出たら当分出れないっていう状況が続くと思うんですよ。鉄の今多分やったらね8人しか出れないし、しかも60何人ぐらいいる中の8人しか出れないんですよ。そしたらもう1回出たら当分その人が出れなかったりとかしたらとかしたり、うまくね回らないっていうのがあるんじゃないですかね。わかんない、私には理由はわかんないけどそういう気がしますね。そう、60人いる中の8人ですからね。今まではね、60人ぐらいいる中の16人出れたので結構何回か連続で出れたりとか、あの鉄生ボン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 たくさんの日程入ってたので、そう、それができるけど今8人しか出れないからね、なかなかね、やっと出れましたってなったらもう次いつ出れるんだっていう感じになりそうだよね。今普通のね正規公演でさえも8人だったりとかして、もうね、そんなみんながみんな何回も連続で出れるわけじゃないから大変なんですかね。毎日こう、そうですね、でも今はあれですね、こういう状況だからバンバンはできないんじゃないですかね。わかんない、勝手な想像です。勝手な想像です。でも今これ、そうですね、そんな中でもね、でもフさんはすごいあれです、最終ベルが鳴る公演 K2 に入ってからこんなにたくさんの日程出せていただけるって思ってなかったので、すごい何回も出れてて、まあ、嬉しいです。2日にも出れるますし頑張りたいと思います。公演公演があるのはありがたいなってこの1年、確かに。でも去年の今頃は まだ家でできてたけど、もうちょっと経ったらもう一切の公演ができてない状況だったのでね、本当にそれを考えればできてるだけでありがたいです。本当にありがたいです。そう、一切もう公演さえもなかったからね、無観客とか以前に。 K2 は9期生は出演しているよね。そう、 K2 の9期生は比較的ね出演させていただいております。ありがとうございます、嬉しいです。わーさりげないメール、たわいないことを送るの送信、待ち伏せしてご挨拶、偶然ですね、わかりやす。 3K病でお休み、お見舞いに来てくれるかな、来ない来ない、まだまだ先は長い、ボーイフレンドの作り方、エコバでコンサートできたのも奇跡。いや本当にあれはもう奇跡でしたね、本当にね。公演がない時のフさんは辛そう。いやフさんはね、こう見てもらったら分かると思うんですけどね、公演でキラキラできるタイプなんですよね。で、歌って踊ってキラキラできるタイプなので、本当に公演がないのは辛いですね。なんか公演ありがたいです。公演じゃなくてもコンサートでもいいんだけど、やっぱ歌って踊り
歌って踊るために入ったから歌って踊ってる瞬間がもう最高に楽しいので、ない時はもう生きる屍のようでしたね。音符ちゃんありがとうございます。ふさん焼き芋好き？急に？焼き芋大好きよ。焼き芋こんぐらい好きです。焼き芋は本当に好き。今年に入って何回食べたかな、3個ぐらい食べた焼き芋今年に入って。焼き芋大好き。なんか最近ね、カット焼き芋っていうのがね売ってるんですよ。それをねちまちゃんがこの前くれたんですけど、普通の焼き芋ってもう焼いた大き焼いた大きい芋だって、焼いた焼き芋をさ、こう一本さ、こう袋に入って売ってるじゃないですか。だけどどこだったかな、コンビニでね、なんかカットしてある焼き芋みたいな感じで、これぐらいずつ焼き芋がね普通の袋に入って売ってるんですよ。それを川島が食べてて1個くれたんですけど、すっごい美味しかったです。普通の芋の煮たやつじゃなくて、普通に焼き芋がカットされて一口ずつになっていて入ってるんですよ。そうそうそう、めっちゃ良かった。ハートありがとうございます。昨日本当にキラキラしてた。だってありがとうございます。楽しかったです。ちょっとどこのコンビニかは忘れちゃったんだけどね、ありました。焼き芋釜山マクドナルド、釜山何が好きシリーズが始まったぞ。みんな釜山マクドナルド大好きです。特に一番好きなメニューはナゲットが好きです。チキンナゲットは最近、ずっと前まで子供の頃は絶対バーベキューソースしか無理だろうって思ってて、マスタードは絶対、なんか勝手な想像でマスタードは辛いっていう印象があったんだけど、食べてみたら全然辛くなくて、もう大人になってからはマスタードソースの方がなんなら好きですね。もう本当に大好きナゲット。あと朝マックのハンバーガーが好きなんだけど、朝マックの時間には起きれません。ピクルスは食べれますか？食べれるけど好きじゃないですね。タイヤの味がする。芋けんぴは、芋けんぴ大好き、本当に大好き。芋けんぴ、芋美味しい。芋けんぴもねよく食べますね。コンビニとかで買いますね。でも食べだしたら止まらないです。あれは27日から瀬戸内レモンタルタのチキンタツタが出るねらしいですね。瀬戸内は釜山の国。瀬戸内の声どけよ。マックっていう、マクドっていう、マックっていう。マスタードソースで食べたことない。食べた方がいいよ。ナゲットのマスタード結構甘く感じるね。ソーセージマフィンか、ソーセージマフィン。そう、なんかタイヤの味がする。しかもタイヤの見た目とタイヤの味がする。いつもそばにいて君と笑った花火という名前の芋けんぴをおすすめします。今度食べてみるね。花火？線香花火？打ち上げ花火は悲しいね、儚すぎて美しい光も一瞬の過去。打ち上げ花、タイヤの見た目、あれ？ピクルスじゃないっけ？タイヤの見た目してるのはなんだ？
オリーブか、あれピクルス、ピクルスはキュウリか、あ、ピクルスは全然食べれる。え、嫌いなのはそれじゃなくて、オリーブの実か、なんかこんなタイヤみたいなやつがピザとかに乗っているやつ、たまにピクルスは食べれる、うん、このタイヤみたいなやつがハンバーガーとかの中に入ってるやつ、うん、なんだろう初見の人ありがとうございます。あ、オリーブかな、そう、オリーブ、オリーブあれすごい嫌い、本当にタイヤの味がする、あれは本当にもうなんかもうピザとかに乗ってたらもうタイヤ乗ってるって思っちゃう昔から。たまにねハンバーガーとかに入ってますね。ピクルスは全然食べれる。そうそうそう、タイヤ食べたことないけどさ、舐めたことはあるじゃないですか、一輪車とかのタイヤ舐めたことない、あるでしょみんな。美しい光も一瞬の過去、え、そうなの、ちっちゃい頃一輪車のタイヤとかさやば、うん、やばいやつだと思われるかね、やばいよみんな意外としっかりした子供時代送ってた、ごめんなさい、ちょっと一旦黙ります。誰にも通じないや。食べれますよ、食べれるけど好きではない。食べれます、食べれます、全然最近苦手なものも食べれるので食べれますんですよ、食べれるんですけど好いては食べないかなっていう感じですね。食べれはします。舐めるシチュエーション、え、気にならないですか、なんかそのどんな味がするんだろうって。友達とかとさ、リカちゃん人形とかで遊んでてさ、リカちゃん人形をさ舐めたりとかしなかったですか。リカちゃん人形ってめっちゃね、あの体中にね、あの苦い塗料が塗ってあるんですよ、子供が食べて飲み込まないように。リカちゃん人形ってめっちゃに苦い味がついてあるんですよ、人形自体に塗料みたいなのが塗ってあって、それで友達とリカちゃん人形苦いんだよって言って、リカちゃん舐めたりしませんでした。どうもこんにちは。そう、好んでは食べないけど、好んでは食べないけどあったら食べるけど、なんかなってなりますね。ためになりました。そうなんだよ、なんかそういう子供がね、そういう食べたりするもの飲み込まないように、なんかこう1歳とか2歳とか3歳とか あのバブちゃんが、なんか言葉もわからないバブちゃんが、口の中に入れた時に飲み込まない、反射で吐き出せるように苦い塗料が塗ってあるんですよ、赤ちゃんのおもちゃ。フサンのおもちゃエピソードは、あのポポちゃんに使うフォークがあるんですけど、フォークをこたつの中の、なんかこたつがあったら、こう中のテーブルにここになんかヒーターみたいなのがついてるじゃないですか、そこのヒーターにフォークをぶっ刺したらそのまま忘れてこたつから出ちゃって、何時間か後にもうそのプラスチックで作られているフォークがトケトケになって出てきました、こたつから。
てん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 。ふさんは理科の実験の時もそうだけど好奇心で言う。いやほんとそう、理科の実験ビーカー割っちゃったし、申し訳ない。申し訳ございませんでした。非常にその説は半沢直樹。一輪車ね、昔は乗れました。今は乗れないですけど、今は乗れないけど昔は乗れた。わあ、昔は一輪車も乗れたしね、竹馬もできたし縄跳びもできたね。最近はもう何も乗れないですね。何もできない、何も乗れない。一輪車はもう乗れないな。多分乗れるかな、意外と乗ってみたら乗れるかな、わかんないですけど。昔はいろいろできたんだけどもうできないかもしれない。最近はやってないから。やろうと思えばできるかもね。やろうと思えばできるかもしれないけど、できないレベルの方が多いと思いますね。イさんは一輪車なんて言ったらさ、イさんはズブ濡れスキーで乗ってたのかな。乗ってましたね。違うかな。この前受期生ゼロポジでミレイちゃんが一輪車、ミレイちゃん乗ってたね。乗れるかな。いつかミレイちゃんに会ったら貸してって言おう。ミレイちゃん一輪車貸して。桃太も持ってそうだな。つっちゃ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 。 SKE のコンサートには過去一じ過去え過去一過去過去一輪車演出が多かった。そうなんだ。一輪車、一輪車多かったんだね。今度借りてみます。ふーちゃん逆上がりできる、逆上がりできるよ。昔は、今は多分できない。昔は逆上がりとかさ、こう前回りルンルンみたいなのもあったんだけど、最近はもうできない。やっぱやらないとできないですね、ああいうのは。逆上がり、足で地面を蹴って、あれこれ歌踊った気がするのは、何で踊ったんだろう。逆上がり、夏の日の、何で歌ったんだろう。逆上がり、足で地面を蹴って、あれ何で歌ったんだろう。なんかのコンサートで歌いましたね。でも覚えてないですけど、入りたての時に覚えた気がする。何だったんだろう。ダメだ、出たコンサート全部忘れてる。何やったか。いや、カウントダウンはやってないし、周年でもやってないですね。あ、どっちかやったのかな。17歳ですでに感じてる年齢とつとできなくなること。17歳はできることいっぱいよ。ふさんも17歳の頃はできていっぱいね。短距離も長距離もバレーボールもできてた、縄跳びもできてたしね、逆上がりもできてたね。
走るのもできてたね、できてたね。17歳か、いいな若くて。知らず知らずに覚えてた。いや、やった気がする。なんかのコンサートでやりました。何かな、なんだろうね。レッスンしたので好きだなと思いながらやったな。花粉の季節が始まりますが、花粉症ですか？いや、花粉症ではないですけど、たまに鼻が痒くなったりくしゃみが出る時があるので、目が痒くなる時があるので花粉症な気もしますけど、調べてはないのでわかんないです。でも今まで花粉に悩まされてくることなかったんですけど、ここ 2,3 年ちょっとくしゃみがあるなとかはたまにあるけど、多分花粉症ではないです。今年めっちゃなんか花粉症の症状が出たらちょっと調べてもらいますね。でも絶対花粉じゃない、花粉じゃない、花粉じゃない、ないないよ。50過ぎると大概のことしんどいから今は楽しい。切実。しんどいってもう大概のことしんどいってもう大変だね。何するにしてもしんどいんでしょう。それはもう大変だ、それはもう。そんなことはないと思うけどね、そんな。そうか、ハートありがとうございます。そんな大概のことしんどいのか、生きてるだけで大概のことがしんどいんじゃやってらんないですね。強く生きましょう。40代は半分くらい、半分くらい。階段の上り下りもつらい。そうか、まあでも使っていいんじゃないですか。もうやめて、みんな悲しくなるから、やめてくれ。ダメだ、うん、最近みんなのコメントがもう面白いのが。もうそんな悲しくなるようなこと言わないで、もっと楽しいこと話してくれ。みんな楽しく、みんなこれからよ。そんな悲しいこと言わないで、みんなこれからだから。寝るのに体力がいるとかそんな言わないで、まだまだまだこれからですよ。みんなたくさんアイドル応援できる体力残しといてください。そんなおっさんトークしないで、みんな。お願いだから。お願いだから。でも SK ホテル見てると元気出るから。そうしてください、もう、うん。いやもうそんな。
私も一回ツボに入るとダメな人なんですよね。ごめんなさい。みんなそんな悲しいこと言わずに楽しく生きていきましょう。まだこれからなので、若々しく生きましょう。うん、ふさんはまだ寝たい分だけたくさん寝れるし、寝ても疲れないから若いな。筋肉痛もその日には来ないか、大体。ハローフロムインドネシア、センキュー。ご飯も食べれるのもう本当にやめて、もういいよ。みんな若くいてください、本当に。かわいい、ありがとうございます。センキューかわいい。ダメだ、まだ私は全然よ。みんなも若くいてください。でもみんな結構このトーク会、握手会とかでさ、結構さ、なんかぐるぐるしてくださる方とかはさ、なんかいい運動になるよとか言ってくださる方もいてね、なんかありがとうって思ってるけど、本当はね、ずっと立ち続けて待つ方がいいのかなって思ったりもしますので、もっとそういうメンバーになれるように頑張りますのでね。みんなも元気でいてください。もうなんかすごい、みんな確かにって言わないで。そんなことないよ。この配信見てると10歳は抱える。それ本当？それじゃあ嬉しいです。ふさんの笑顔見て気力だけは持ち直せます。体を今に、いや、笑うとね、笑うと笑うと若返るらしいですよ。だから笑ってください。もう私のショールームではずっとくだらないことを言ってるので、ショールーム見て笑って元気出してください。そしたら若返ると思うから。笑うとね、こうなんかいいなんかこうホルモンとかが出たりとか。なんだろう、若返りの効果があるらしいからね、笑いましょうみんなで。ああもう嫌になっちゃうよ。おだちゃくな。みんなのねコメントのね、なんかこうボケ具合がすごいです。ほんと最近みんな、なんかこの前のふむらぐらいからね、最近ですよ。ほんとなんかね、ショールームたくさんやり始めてからね、なんかだんだんみんなのねコメント力もね、こうね上がってきましたよ。ふさのショールームはお達者クラブではありません。もうやめて。もうなんかすごい、みんながどんどんねコメントでね、こうボケ始めてくるんですよ最近。鬼滅のねこの話とかからもね、すごいね、もうよくわかんないけどね、みんなのコメント力もなんかどんどん。誰、おたちゃクラブですって言ったの誰ですか。本当に、やばい。
なんで？みんなすごい。そんなことないから。笑ったら若返るから。もうこの前のね、もう本当にね、温泉入りたいって言ったらね、ふむらとか言い出したりね、な鬼滅のね、なんか不柱とかも、もともとはファンの人とかがね言い出したしね、なんかファンの人がどんどんね、なんかコメントがね、芸達者になっていってるんですよ。ボケ方が上手すぎて、それを見て笑っちゃうからやめてください。本当にね、ダメなんですよ。なんか笑いやすい体質なんですよね。わかんない、いるよね、たまに。もう一回壺に入るともう一生笑っちゃうの。昔から治んないんです。だからもうだからもうやめてほしい。違う話にしてほしい。ああ、もうすごいな、もうみんな大丈夫ですよ。みんな笑えば若返るからね。そう、笑えば、笑うっていいことらしいですね。一回ね、一回面白いことが起きると思い出しただけで笑っちゃうんですよ。そうそう。はあ、ダメだ、もう面白すぎる。小さい文字が見えにくくなってきた気がするんですけど。いや、大丈夫です、大丈夫です。私もそのタイプ。ほんと？ダメだ、面白。さあ、天気予報見ても、天気予報では笑うんだけど、なんか本当に面白いことがあった時は一生笑えるんですね。思い出しただけで笑える、もう。すごいな、ファンの人がなんかどんどんコメントが面白くなっていきますがね。みんな若いですよ、まだまだ。ふさん、同じことを繰り返しの年寄りの仲間だって。やん、笑って若返るな、どんどん。本当にでもね、笑うといいって言いますよね。でも泣くのもいいって言いますよね。最近なんかデトックスセミナーとかあったりしますもんね。なんかこう、なんだろうな、泣きたい時に泣いたり、笑いたい時に笑うことによってこうストレスが発散されたりとか、なんかいいホルモンが出たりとかするっていうね、感じになりますもんね。そう、だからいいと思います。ふさんは結構そういうのは正直なので、泣きたい時はすぐピエンするし、笑いたい時に笑うので、あんまストレスたまらないんじゃないですかね。まだはずきルーペ持ってます。本当に世の中の文字は小さすぎて読めない。新聞も雑誌も小さすぎて読めない。そう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 。普段感情を抑えてることが多いから、やっぱそうなんだ。やっぱでも普通の一般のね、企業とかに働いたりしたら、こうあれですよね、なんか一般企業でこう働いたりして、なんか悔しいなって思うこととか、理不尽なこととか多分いっぱいあると思うけどさ、そういうの泣けないもんね。ふさん、この職業ついてて、お仕事だけどこれも泣いちゃうもん。悔しいこととかあったり、辛いことがあったらすぐに。だけどこれ一般企業でやってたらダメなんだろうな。だから皆さん、このショールームを見て泣いたり笑ったりしてくださいね。鈴木誠也が51番の頃でサイン入りとか押せる、だって。これはなんか違うサインなんですけどね。これはもともとついてるグッズのサインなんですよね。ちなみに本物のサインもあるで。イエーイ、自慢コーナーでした。
ハートありがとうございます。俺はフサの存在がストレス発散だって。ありがとう。フサン、フサンの笑顔を見て笑ってもらえるならとても嬉しいです。さんもスキート音聞こえ、聞こえる、モスキート音聞こえるよ、モスキート音聞こえるよ。モスキート音だって夜たまにをたまにこう寝たりとかしてるときにふーんってきたらうわーってなるから、まだ若いんだ私は多分。そうそう、だから若いとも聞こえなくなるらしいですね。だからなんだろうな、海岸とかでさ、もうスキート音流れてるんでしょ。なんか若い人が花火のこう吸い殻とか、この夜で遊園禁止のところで遊んだりするのを防ぐために、なんか海岸とかでは夜にモスキート音流すっていうの聞いたことある。そしたら若者がこう嫌だなと思ってその海岸から逃げていくっていう、なんかそのニュースを見たことある。どこかの海岸、どこかの海岸でモスキート音流して若者をこう防ぐっていうのをなんか見たことがありますね。ちょっとあんま分かんないんですけど、私はでも耳鳴り、耳鳴りじゃないやモスキート音聞こえるから、うんね、嫌な音ですよねあれは。サンはねまだ聞こえるの。でも名古屋に来てからイカを見、イカじゃないや、蚊を見る、こ蚊蚊蚊さん、蚊を見ることがなくなったので、あんまね都会どうだろうね、そんなモリモリしてないから、コンクリートとかが多いからあんま蚊を見ないのでね、ね、もうモスキート音が聞こえるかどうかも検証できてないんですけど、うん、どうなんだろうね。結構私が住んでたところは結構ね、こうなんだろうな、草木が生い茂ってた場所だったので、そういう経験はよくあるんですけど、そう、なんか全然ね、名古屋に来てから蚊に刺されたりとか蚊がいるっていう状況にあったことがないので、そう、蚊がいっぱいいるっていうところはないですね。今までで一番蚊に刺されたのは忘れもしない、バレーボールの夏合宿の時、ブヨ、ブヨみたいな、ブヨみたいなところとか、ブヨとか蚊とかにもう20カ所ぐらい刺された。バレーボールの遠征の時に、超田舎の田舎にとかでバレーボールを練習しに行くんですよ、泊まりがけで。その時はもう20カ所ぐらい刺されまくった。フッピーさんがコメント読んでくれた、記念日やって、記念日おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー。さあ、バレーボールどのポジションだった？レフトバックっていうポジションでしたね。カヤ知ってる、知ってる、トトロで出てくるよ。トトロでメイとサツキが寝てる時にお父さんがバサって。アイスギフトありがとうございます。そうそう、あの時、あの時が人生で一番刺されたかも、いや、もっとあったかもしれないけど、どうだろうな、すごい刺された。毎回リップが、リップかいいねが来るから嬉しいけどびっくりする。え、なんかね、知らなかったんですよ今まで。他のメンバーさんはどうやらずっとやってたみたいなんですけど、このツイッターにいいねをするとかリプをするっていう行為を、私はSNS が解禁されてから
去年の暮れか今年に入るぐらいまでいいねをするっていうのを全くしてこなかったので、最近はそのしてこなかった分するようにしています。今まで全然してこなかった。そう、これも前話したんですけどね、タグ付けの話とか全く知らなくて、タグ付けをね解除することも知ったりしたのでね。そうです、ありがとうございます。それで知った。みんな画像、今回も握手会の画像を作ってくださったりとか、日程をまとめてくださってる方とかもいてね、こんな風に応援してくださってたりね、SNS でこう広めてくださってる方がいるんだって思ったらすごい嬉しかったですね。ほんと嬉しいのでね、ありがとうございます。ノーマットのが信頼感あるけど、やっぱり香取線香のが風流です。もう香取線香大好き、本当に。私ね、将来ね、もう老後は絶対にね、田舎に住むって決めてるんですよ。もう結婚いつかするとしてね、誰かね、わかんないけど、でその人が都会がいいって言ったらもう別れるぐらい田舎に住みたい。田舎に住んで犬とか猫をいっぱい飼って、でも田舎の家に住みたい。それでまるちゃんの家みたいな、まるちゃんの家みたいな家に住むんですよ。庭先にね、なんかなんていうの、縁日がある、縁日なんていうの、棚、まるちゃんの家を想像して、みんなまるちゃんの家で友蔵とかお父さんとかがいつも寝てるところですね。あ、縁側、そう、縁側ね、縁側がある家に住んで、縁側に蚊取り線香を置いて花火をしたりキュウリを食べたりするのが夢なんですよ。そう、まるちゃんみたいな、まるちゃん家に住みたい。老後ね、老後の話です。これは60歳とか70歳になったら、60歳とか70歳とかになったらそういう家に住みたいです。犬とか猫とかと。それで夏は蚊取り線香を焚いて、冬はそこに縁側を閉めてストーブを焚いて、ストーブの上でお餅を焼きたいです。そういうなんか風情を感じられる家に住みたい、将来、老後。ジブリのメイちゃん家、メイちゃん家もいいけど、メイちゃん家はちょっと洋風な感じですよね。昔の洋風なお家って感じ。まるこちゃんの家は日本の昔の家って感じがしません？わかるかな。めいちゃんの家も可愛いけど、めいちゃんはちょっと洋風っぽい感じ、洋風の昔のお家って感じかな。どっちもいいけど、和風のなんかこう縁側があるような家がすごいです。まるちゃん家が一番理想です。のび太の家、のび太の家はちょっと最近すぎるですね。サザエさんの家にも縁側、サザエさんの家にもありますけどね。サザエさんの家もいいけど、なんかまるちゃん家の方がなんかいいなって思う。なんか立地が、日当たりがいいから、多分ね、あれ多分ね、西側にね、西にあるよ縁側絶対。いつもなんか夕方西日が差してるから、朝かな、いや絶対に西側に縁側あると思うんだよね。夕方いい感じになってるからね。なんかサザエさんの家はお昼に渡ってるから南向きな気がする、縁側で。夕方に来る方がいいからな、わかんないけど、想像です想像なんだけど、想像なんだけど、なんかお昼寝できるポカポカな感じで、朝日が当たる縁側より夕方の
お昼過ぎから夕方にお昼寝できるような、日向ぼっこできるような縁側がいいので、縁側の位置は結構大事ですね。日が当たらない位置に縁側があったら、縁側があるお家でも縁側は嫌です。縁側あるうちなら、いや南かな、南がいいかなって思いますね。そう、朝日が当たる縁側よりも夕日が当たる縁側の方が良くないですか？皆さんはどうですか？私はそっち側ですね。そう、なんかお昼の1時とか2時とかぐらいからこうお昼寝して、夕方は夕日が落ちてくる様子を見ながら、なんかお菓子食べたりしたい。もうそれがね、将来のね理想系ですよ。いやほんといいよね、お昼寝好きなんですよね。ご希望の縁側あるお家持ってたらフッピと結婚できないですよ。そしたら60歳の話をしてますからね。あと何年後だと思いますか？縁側があっても都会は嫌だな。もう本当に都会に住みたくない、将来は。田舎がいい。70歳ぐらいになっても一生お昼寝しときたいです。70歳ぐらいになったらもう何かをするとかじゃなくて、もうおせんべいを食べながら縁側に座ってゆっくりしている人生を送りたいですね。蚊取り線香を焚きながら、あと風鈴、なんか最近のマンションとかではね、風鈴をつけちゃいけないんだって、うるさいからって、かわいそうに。かわいそうに。田舎暮らしはきつい。そうかな、でも普段も都会に住んでるわけじゃないから、慣れてるから全然です。田舎は車の運転が必要ですよ。大丈夫ですよ。釜山は広島に住んでた時はちょっと車に乗ったことがあるので、普通にね、ね、こう見えてもね、まあ、数えられるほどしか運転したことないんだけどね、数えられるほどしか運転したことないんだけど、田舎にいる時はね、妹をね乗せたりしてたよ。妹を乗せてね、送ったりとかしてあげてたよ、何回か、1回か2回か田舎はねできるんですよ、運転。なんか若い時の年齢差って結構大きいけど、老後って気にならないイメージ。確かに気にならないですね。そう、大丈夫ですよ。大丈夫。本当だ。ネットで調べたらまるちゃんちの縁側に西向きなのって釜山調べてないよ。もうやばい、まるちゃんいっぱい見てることがバレちゃった。なんかまるちゃんの漫画を見てた時に、なんとなく漫画じゃない、アニメを見てた時に、いつもさ、こう夕日が差してるイメージがすごい強かったんですよね。だから西向きなのかなって思ってたんですよね。サザエさんちは南向きだと思うんだけど、違うのかな。でもこれは調べたことないでしょ。今はもう今まで見てきたアニメの映像をバーって脳裏にこうフラッシュバックさせて、こんなに向きかなって適当に言っただけだけど、合ってた。適当に言ったのに合ってた。サザエさんちは南向きな気がするんだよね。縁側がね、縁側の向きよ。縁側はね、
南じゃなくても西にはないと思うんだよね。夕方日が差してる様子があんま描写がない気がするんだけど、適当かな、それは違うかな。アニメから家の向きを推測できない。やばい、バレちゃう。もうね、絶対に必ず見てたからね、まるこちゃんとたまちゃんじゃないや、サザエさんとまるちゃんずっと見てたからな。多分ね、どっちかな、西ではない気がするな。サザエさんのうち、サザエさんのお家はアニメで見るときね、夕日が差してない気がするんだよね。まるちゃんは差してるんだけどね。ね、なんとなくわかんないけど。でもそういうね、フッピさんは友蔵と気が合いそう。え、絶対気合うよ。まるちゃんの一押しは、まる子ちゃんで出てくるキャラクターの一押しは友蔵さんなのでね。私の推しメン。友蔵さんとは仲良くやっていけそうです。でもふさんのおじ、実際のおじいちゃんもなんか友蔵みたいなこと言う時あるから。めっちゃそう思う。ふさん結構おじいちゃんと似てるなって思う時結構ある。なんか急にご飯とか食べてて意味わかんないことを言い出して、二人で爆笑して笑いが止まらなくなってなってるから、本当に友蔵みたい。めっちゃそれ最近思うんですよね。おばあちゃんにも言われた、絶対におじいちゃんの血を引いてるって。さんもそう思う。こういう性格なんですよね、結構変なこと言う時があるから似てると思う。サザエさんの家も冬っぴの正解だよ。縁側が南向きだ。素晴らしいなって。え、適当に言ったよ。だってこれ調べたことないんだよ。今のショールームでパッとその話になって思いついたんだよ。え、天才かもしれない。え、どこ情報、それ本当に出てたの、ネットで。ネットで出てる情報ですか。え、待って、自慢したい誰かに。え、すごいすごい、縁側が好きすぎてブログに書こう、ブログに書いて広めよう。ネットで検索したらできた。さんすごいですね、こりゃやばいね、これはさんもう最高だね、これは。ドラえもんは縁側がないので、さんはなんか家のこう、家を、家の南向き西向きを判断してるんじゃなくて、縁側の話からですね。そう、縁側がどっち向きにあるかっていう話ですね。だから単にこう、まる子ちゃんとかサザエさんも家だけがあったら全然興味なかったんですけど、縁側が好きすぎて、縁側の位置をすごい見ちゃってたんですかね、記憶。どうなんだろう、縁側がもう好きだから、そのアニメを見るときにもちっちゃい頃からこうなんか映像が焼き付いてたんですかね。わかんないけど、でもめっちゃ適当よ、なんとなくよ、なんとなく本当にこうアニメを思い返して、どっちから日が落ちてたりとかする描写が多いかな、夕方の描写が多いかなとか考えた時にそうだなって思ったんですよね。天才かもしれないさんは。すごすぎる。ちょっとこれはまだ1年始まって1ヶ月も経ってないけど、今年
今年の中ではとりあえず一番驚いた縁側の位置が当てられるそう。そう、サザエさんは結構ね、サザエさんが結構あの朝こう洗濯物とかを干してる描写が書かれることが多いんですよね。だけどまるちゃんはなんかお父さんまた寝てるのとかおじいちゃんとか言いに行くのが縁側で、朝洗濯物を干しながらとかいう描写があんまりないので、そうかなって思って。そう、結構ねやばいね、すごいね、ふさんって縁側のあるお家に住みたいですね、将来は猫とか犬とか飼ってね、理想ですね。ハートありがとうございます。しんちゃんの家は縁側ありません。縁側なんかあるんだけどベランダに近いかな。でもしんちゃんの家もちょっとこうベランダに出るところみたいなのあるけど、洋風な今風の家だから縁側してないので、縁側してるのはもう2大巨頭、まるちゃんとサザエさんちの、あの本当に昔風の家みたいな感じですね。そう、なんかそういうねアニメはそんな見ないんですけどね、ほのぼのアニメが好きなんですよね。そういう日常のアニメが好きですね。家は平屋がいい、別に平屋でも2階建てでもどっちでもいい、縁側があれば縁側に風鈴を吊るしたり、蚊取り線香を焚いたりしたいんですよね。そういう風情のある場所に住みたいから、縁側があればいいかな。私んち大好き。今でも覚えてる、私んちのお母さんが雷に打たれる瞬間、みかん、ゆず、縁側でスイカ食べたい。いいですね、スイカも食べたいしアイスも食べたい。確かに縁側の醍醐味は夏ですからね。夏のためにあるようなもんだよね、半分ぐらい。あとは縁側の庭に鯉のぼりを立てたい、5月には。あと桜も植えて、春には桜を見て、5月には鯉をあげて、夏には風鈴と蚊取り線香を焚いて、縁側で花火をして、冬は雪だるまを置く、作って、鎌倉と雪だるまを作っておく。秋は金木犀を植えといて金木犀を香る。季節に咲く花を植えたいんですよね。桜とか金木犀とかチューリップとか。縁側で雪見酒っていうのもやもや、いいね。今はそんなお酒飲めないけどやってみたい風情ですよね。そういう家がいいんですよ。いや本当なんかね、季節に咲く花とか木を植えたいなって思いますね。だから桜と金木犀は絶対お庭に植えたいです。想定の庭めっちゃ広くないよ、サザエさん家ぐらいです。サザエさん家ぐらい、サザエさん家ぐらいですよ。金木犀庭にあるのいいな
去年の夏庭にテント張ってキャンプしていいな。アジサイ、そうアジサイとかそういう季節に咲く花が欲しいです。三毛猫が似合う、いいですね。猫も飼いたいですしね。そういう家に住んでいいよっていう人がいいですね。柿の木ならあります。柿の木いいね。うちはアジサイを30数種植えてる。いいな、アジサイいいよね。アジサイとキンモクセイと桜は絶対植えよう。あと5月にチューリップも植えよう。松と梅と蜂蜜の木は庭にある。蜂蜜の木、柿の木、盆栽はいる。盆栽はね絶対枯らしちゃうな。なんか育て方が微妙に分かんないな。なんか盆栽ですぐに枯れるらしいですよ。なんかうまくちゃんとやんないと。冬は椿いいですね。ジャスミン、ジャスミンってなんだ。ジャスミン、アホーニューワーしか知らない。ひまわりも咲きたいです。プーさんの蜂蜜食べたいな。あ、蜂蜜じゃない。なにみかん、みかん、ん、みかんって読むんだ。え、蜂蜜かと思った。蜂蜜ってそういう字じゃなかったっけ。みかんって読むの。みかんって漢字あるんだ。私ひらがなでしかみかん見たことなかった。やばい、54分だ。そろそろ終わらなきゃ。楽しい話しすぎてあっという間に終わる。ふうさんって言うのやめてください。もうやだ、もうコメントでボケないでくださいみんな。こんばんは。もう2年経ったか。あの大晦日から早いね。早いよ。ふうさんです。ふうさんでないです。ちょっともうダメだ。面白いですみんな。ありがとうございます。楽しかったです。とっても楽しかったです。今日の配信もありがとうございました。もうちょっとあるんですけど、ちょっともう12時になるので終わろうと思います。楽しかったです。ありがとうございました皆さん。それではおやすみなさい。バイバーイ。